おはようございます、こんにちは、こんばんは、マイスです。今日は雑談をしたいと思います。公開日に犬王という映画を見てきました。脳の話なんですね。その脳の世界に革命的な表現を与えた犬王と、名前がコロコロ変わるんですけど、友一とか友有とか名前変わる、この2人のコンビの話です。まあ、結構脳の話っていうのは CM の段階から知ってたので、なんかこう結構わびさびとかそういう話なんかなと思ったら、途中からなんか思ってたんと違うってなる映画でした。結構好き嫌い分かれるんじゃないかなと思います、ね、でもまあまあ面白かったです。と、時代はその南北朝の時代で、朝廷がこう北と南にこう2つ分かれちゃってた時代、これが1つになるかならんかの瀬戸際の時代間の話で、結構好きな時代設定でした。その興味がもしあれば見に行ってもらえたらいいかなと思います。皆さんだったらこの場合どうしてたっていう話聞いてほしいんですけど、まあ、ざっと数えて15人ぐらいしかおらんかったんですよ、お客さんが、僕を含めて。で、まあ、100人ぐらい収容できるとこなんで、席が空いてると、めちゃめちゃ空いてると、僕は結構早い段階で席を確保して砂川文治さんの招待をこうブワー呼んでたんですよ。だから、まあ、ポツポツ席が埋まっていきますと。でもめちゃめちゃ空いてますと。僕は一番後ろの真ん中だったんですよ。一番後ろの真ん中、僕がここ大好きなとこなんですけど、席が埋まっていった後に、まあ、男の人が来て、一番後ろの列に来たんですね。どの辺座るんやろうと思ったら、僕の真横に座ったんですよ。こんだけ空いてて。で、僕の真横に座って、こう荷物を隣の座席へ置いたんですよ。逆ちゃう。これ逆ちゃう。なんか、もう、幅こんな。結構体勢崩してこんなやってみたいのに、もうそれもできず、もうめちゃくちゃピシーになって、これ逆ちゃう、置く場所、荷物こっちで自分そっちじゃない、めちゃめちゃ空いてんのに。で、じゃあ僕こっちへ寄ろうかなと思ったんですけど、なんかあからさまじゃないですか、相手俺なんか悪いことしたかなみたいな思われたら、なんか向こうにも悪いしなとか思いながら、まあ、結局寄ったんですけど、こんな場合どうします？しかも僕1週間に1日食べ物を食べない日があるんですよ。まあ、それは意図して作ってるんですけど、まあ、ちょっとした断食みたいなのを週に1回してて、見に行った日はそれをしてた日なんですね。でもその人はめっちゃ隣へ座ってポップコーンをめっちゃ食べてるわけですよ。ええんすよ、それは。それはいいんですよ、権利ですから、ね、お金出して買っているもんですから、それはいいんですよ。でも咀嚼音ってめちゃめちゃこう集中力そがれません？経験したことないですか？だから脳やから結構音楽とかもこう関わってくるんですよ。どん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 シャクシャクみたいな、あれそんな愛の手あったかなみたいな、隣から聞こえてくる、どんな楽器使ったんやろ。いや、もう権利ですからいいんですけど、そんなに隣へ座るかなっていうのはめっちゃ思いましたね。はい、この場合皆さんどうするかっていうのをまた教えていただきたいと思います。で、まあ、脳の芸能の話なんですけど、この間読んだ本で大島真澄さんの渦っていう小説があります。妹瀬山女帝金玉結びかなんかっていう副題ついてましたけど、それは人形浄瑠璃の話なんで、犬王の話と少し被るところがある小説なんかなと思いました。この渦の方は人形浄瑠璃の脚本を書く人の話で、人形浄瑠璃が流星を極めてた時代があったんだけど、それが歌舞伎の方にお客さんも人気も取られてきてると、人形浄瑠璃がちょっと衰退してきてる、でも熱烈なファンもおるし、なくしたくはない、むしろ今よりもどんどん盛り上げていきたいと思ってる、その中でもっといい脚本を書いたらお客さんが来るんじゃないかと信じて、いろんな試行錯誤を凝らしながら、いろんなこう舞台装置を作りながら、人形浄瑠璃を盛り上げていこうとする主人公とその周りの人形浄瑠璃に関わる人たちの話なんですよ。で、大阪の道頓堀がモデルになってますので、その道頓堀っていうものを基準として、その周りの住んでる人たちの生活とか、住んでる人たちの文化とか歴史とか、その周りにある芸能、歌舞伎もそうやし人形浄瑠璃もそうやし、
いろんなものがこうごちゃ混ぜになってる渦の中から言葉を紡いでいって脚本を組み上げていく脚本家っていうもの、それを全部踏まえた中でこう芸能というものはできてるんだよ、人形浄瑠璃っていうものは出来上がるんだよっていうような話なんで、もし興味があれば購入して手に取って読んでみてください。で、特典でこんなもらいました、ね、小冊子みたいなもらいました。なかなかね、イラストの面白い可愛いものがあります。で、ここにベシミって書いてるんですよ。読めるかな。これベシミっていうのがあるんですけど、ベシミっていうのは能で使われるお面の中の一つなんですけど、このベシミに関して小説が最近読んだ本の中にあって、田中彫子さんが書いた小説の中にベシミっていう題名の本があるんですよ。で、これは第10回だったかな、9回だったか10回だったか11回だったか忘れたんですけど、それぐらいの回のこの間紹介した R18 文学賞の大賞を取った作品なんですよ。田中彫子さんのベシミです。で、めちゃめちゃ簡単に話を言うと、自分の性器がベシミになっちゃったよっていう話。全然意味わからんでしょ。全然意味わからないんですけど、面白いんですよ。女性性とか、そのね、女性の性欲とか、その辺の内容について書かれてるんですけど、まあ面白いんで、もし興味あったら、読んでみてください。甘いお菓子は食べませんかなんかっていう本の文庫本の中に収録されてますので、ぜひ購入して手に取って読んでみてください。はい、今日は犬王という映画を見てきましたよっていう話でした。皆さんも興味があれば映画館に足を運んでぜひ見てみてください。ありがとうございました。それじゃあバイバイ。